僕はとんでもない装置を開発してしまった。その名も連射式 TNT キャノン。敵が攻め込んできたぞ。行くぞ。うおー、ペケロンキャノン。おりゃー、連射って快感。マイクラマスターペケロンのマイクラちょいテク講座、連射式 TNT キャノンの作り方。この TNT キャノンは崖の上や高台に設置するぞ。まずは適当な高台を見つけよう。次に図のように土台を作ろう。崖の段差から3段以上離しておくのがポイントだ。崖側の端のこの位置に発射装置を置く。発射装置の手前の土台を図のように2マス掘ろう。2マス掘った手前の場所にトラップドアを置くんだ。このトラップドアが開いている状態だと TNT が詰まって故障の原因になるぞ。しっかり閉じた状態になっていることを確認してね。2マス掘った奥の場所には水バケツで水を流す。水を流した一つ奥、発射装置の下を1マス掘ろう。そして発射装置の出口の左右と出口の上にそれぞれブロックを置こう。これで発射装置の本体は完成だ。次はレッドストーン回路を組んでいくぞ。装置を後ろから見たとき、発射装置の一つ手前にレッドストーン反復装置を置こう。その先にレッドストーンを3マス置いて、レッドストーンの先にはレッドストーンコンパレーターを置こう。コンパレーターは一度触って光らせておくんだ。コンパレーターの周りに図のようにレッドストーンを引き、レバーを置いたら完成だ。レバーを動かしてみて反復装置が点滅していれば成功だ。ここでちょいテクポイント。反復装置からコンパレーターまでの距離が近いと回路がうまく動かないぞ。間は必ず3マス開けよう。あとは一旦レバーを止めて発射装置の中に TNT をたくさん入れよう。これで準備は完了だ。レバーオン。キャノンから TNT が連続で発射されるぞ。時々 TNT が近くに落ちることがあるので下には何も置かないようにしておこう。この TNT キャノンは横にたくさんつなげることもできるぞ。まずは発射装置の前に置いたブロックを一度壊す。発射装置を追加したい分だけ横に設置して、その前にトラップドアと水をセットしよう。発射装置の下のブロックを壊して、発射装置の出口を囲むようにこんな感じでブロックを置こう。追加した発射装置の後ろに真ん中と同じ向きで反復装置をそれぞれ置き、レッドストーンでつなげよう。これで連結完了だ。発射！いけ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 ！みんなもぜひ作ってみてね。何でもかかってこーい。エンダーマン、ペケロン。